明けましておめでとうございます。おめでとうございま す。皆さんが病で倒れている間に俺ら3人とも病で倒れている間に正月が終わってしまいましたが、カルタをやります。イエーイ。しかもなんか前回よりも香ばしいのではないわからんのばっかないのでしょうか。お手つきはあるんだっけ。そのターン取れお手つきしたらそのターンは取れな いそのターン取れない。はい、います。では早速、底切れがすごいの。めっちゃ難しいぞこれ。1枚目、シールドトリガー。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、パワー3000以下のクリーチャーをすべてタップする。正解。誰それ。ラローゼブルメ。違う、ラローゼブルメではない。丸分けだろ、全然。レイジ・ミューズ・ルブールね。これ、デュブレで使ってたよ。いやずるいぞそこなんだブレプレずるいぞ。はい、じゃあ続きまして、このクリーチャーがシールドをブレイクし、相手がシールドトリガーを使った場合、このクリーチャーをアンタップしても良い。ちょっといや、見るかなんかぽいやつおるやろね。運命すらわからん。うわ、一個臭いの見つけた。ぽいのやるか。いくか。はい、絶対違う。どけこれ違う。それ絶対違うの。違う。ところだもん。わからん。これまずさ、何？デュエマっぽくないよ。AI じゃね？こいつ。違います。はい、あのぽいって言うのよ、それね。名前いきます。はい。ポコルル。はい。なんでわかるんすもん、これ。もう分かってましたね。あ、そうなんだ。いや、これこれこれやんってなった。あとで。そう、あとで。ポコルルね。5段のカードです。次に合わせ、はい、このクリーチャーがアタックするとき、自分のマナゾーンにある光、水、闇、火、ね、自然、グレイテスト、グレート違います。じゃあグレイテストなんとかカシオペアじゃない。違います。違う。形式しか合わない。今もう聞くわ。もう一回いくよ。自分のアタックするとき、自分のマナゾーンにある光、水、闇、火、自然のカードをそれぞれ1枚ずつタップしてもよい。そうした場合、バトルゾーンにある相手のクリーチャーを全てタップし、相手のシールドを1枚選んで墓地に置く。ダブルブレイカー。なんちゃもん惜しかったね。今ってなんか5色出てきてるやつ。なんか色が取ってみる。ちょっとわからんけど、じゃあ開けます。はい、正解。やった。ショーガイアスペクトライト。知らねー。25段かな。はい、その辺のカード。希望すぎてカルタとしてできない。このクリーチャーをバトルゾーンに出すときタップしておく。相手のパワー、はい、あー出た。すごい。やったー。すごい、なんで？え、ジジイなんで。まあ、世代ですよね。確定確定でね。世代です。はい、世代です。次いきます。究極進化。自分の進化クリーチャー1体の上に置く。はい、あってやばい。このクリーチャーが正解。ドラグが正解。あー、惜しいですよ。それ違うね。そっか、違うんか。進化ではないね。エターナルムーンの線もあったんか。てか、そっか、まだ、ちゃんとあるよ。エターナルムーンの線もあるんや。そっか、惜しげば。あ、運やん。じゃあ次は究極進化って言わんとこうかな。いや、言ってよ。いや、あえて飛ばすというテキスト。あ、最後に言えばいいんだ。いきます。このクリーチャーが破壊されるとき、墓地に置く代わりにマナーゾーンに置く。はい、サーバンブロック。正解。あ、騙された。あ、今やった。うわぁ。そんなのあったわ、それは。正解です。今やるには。次ました。次いきます。このクリーチャーがアタックするとき、バトルゾーンにある自分のクリーチャーを好きな数破壊してもよい。そのターン、このクリーチャーは破壊したクリーチャー1体につきプラス3000され、破壊したクリーチャーの数だけシールドを追加でブレイクできる。ターン終わりにアンタップ。これなんだっけ。ベルヘルでなんとか。違う。あ、違うか。ちょっとぽい。ぽいね。闇。その効果は闇じゃん。いや、もう消去法いきます。これじゃね。違う。また選び放題だ。選び放題だけど、なんか、消去法でいきます。これ。はい、違います。なんでやねん。いや、でも、ぽいよね。わかる。ぽいよね。悩んだ。じゃあ、名前いきます。マコンソーのサードニクス。ほい。なるほど。そういうこと、そんな能力サードニクスかーと。サードニクスやん。あと全然入ってなかった。名前言われればわかるわ。これは出品しとるだけやん。うわ、次いきます。このクリーチャーの上にどの種族の進化クリーチャーを置いてもよい。このクリーチャーが破壊された時、ドラゴンを1体手札からバトルゾーンに出してもよい。ドラグイノ。正解。あ
ありますすごい、ちゃんと名前言えるのもすごい。いや、ゆえがに取るんですよ。言えるやつしか取れてませんから、これ。いきます。このクリーチャーでアタックする代わりにタップして次のタップ能力を正解、はい、やった、いや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 エメラルドビストですから、はい、はい、次いきます。このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、相手のクリーチャーを2体破壊する。その後カードを2枚相手のマナゾーンから選び持ち主の墓地に置く。ワールドブレイカー。このクリーチャーがバトルゾーンを離れた時、自分の山、いやいやいや、やべ、見てなかった今。いや、いやまだ、ね、ケイシが悔しそうにしとるから。カトの早いです。カトの早い、まあ、本当に俺究極進化マックス読まんかったね。そうだから、いやなんかあまりにもそワールドブレイカー良すぎると思ってた。ワールドブレイカーはそれあまりにもワールドブレイカーの顔しとるやつおらんわな。次、ブロッカー。自分も他のブロッカーを持つクリーチャーが破壊された時、自分の山札の上、正解。いや、すげえ、知らねえ。知らねえ。名前はウルスリオス。正解。すごい。デュープレイ一段のスーパーレア。そうだね。次いきます。このクリーチャーのパワーは相手のマナゾーンにある水のカード1枚につきプラス1000される。キモいぞ。こうこのクリーチャーはパワーが6000以上の時ダブルブレイカーを得る。終わったんだけど説明終わっとったらキモくね。効果古いぞこれじゃね。違います。うわ、いやなんか青っぽいけどな。2枚ぐらいあるんだけど。いや俺言っていいですか。俺違います。あこいつ違います。あこいつもコロニービートで名前いくぞ。反発のタグタップ。あっ、うわー、なんで分かる、なんで分かる。惜しい。今名前言うと分かるんやね。分かるわ。いや俺分かんなかったけど今押そうとしたからパンって取った。反射神経キレすぎる。はい、次いきます。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、自分の手札を2枚捨ててもよい。そうしない場合、このクリーチャーを。パラドックス。よっしゃー。ちょっと遅かったよ、俺。いいくらいじゃない？いい勝負だよ。いい勝負。ローを読んだのに。5枚。ブロッカー。このクリーチャーは相手プレイヤーをアタックできない。あー、ごめん。どうぞ。いや、どっちか。まんまるロボだ、正解です。まんまるロボ。ブロック中パープラス2000。いやー、ちょっと。いやー。次いきます。こっからだって不安だな。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、自分の山札の上から1枚目を裏向きのままシールドとして自分のシールドゾーンに加える。その後、自分の山札の上から3枚を墓地に置く。違う。以上です。シールド増やして3枚増やすってことか。そうだね、シールド1枚増やすのと墓地3枚。いや知らん、そんなやつおらん。知らん、折り返ろ。そんなやついやもっちゃん、どっか行けよ。もっちゃん、ちょっと無理だ。どうしろよ。いこいつなんじゃね。これこそエヴァか。逆に。そう。あ、ちょっとちょっと、行きます。どうぞ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 。はい、正解です。誰か分からないことだわ。鬼面聖者ザンバだ。イニシエートデビルマス。レインボーってこと？白7ぐらいのやつ。38段。レインボーやね。白黒、白黒。白黒やね。675,500。なんか見たことある気してくんのが嫌だ。持ち悪いんだよ。持ち悪い。ちょっと寄せる。いいっすか。その2枚キモくない？これちなみに分からんからあげる。あげる。全然いい。これ全然いい。分かるやつくれよ。はい。いきます。はい。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、バトルゾーンにある相手のクリーチャーを一体選び、持ち主の手札に戻す。正解。いや、分からん。知らねえよ。スモスパック強いんだよ。今考えたよ。リーフの下に置いとくか。そう。いやいやいや、エピソードあるの嫌だわ。次いきます。相手のクリーチャーがアタックするとき、このクリーチャーを破壊する。その後、相手のアタッククリーチャーを破壊する。巻き添え。カワスガイ。正解。いや知らねえ。多分キモいな。多分キモい。すごい。多分キモいゲームやん。カワスガイですね。3マナ5000パンドラボックスじゃなかったかな。正解やね。いきます。相手のターンの始めに相手はカードを1枚引く。正解。あ、ダフトヘッド。ダフトヘッド。取られた。すごい。いや取られたってならん。いきます。どんな種族の進化クリーチャーをこのクリーチャーの上に置いても良い。おった。正解。そいつ進化クリーチャーじゃないんだ。7マナのやつだね。7マナの進化の光だと思った。次いきます。ダブルブレイカー。相手がバトルゾーンにあるクリーチャーを選ぶとき、このクリーチャーを選ぶことはできない。と、もう一つテキストあるんですが、読んだ方がいいですか。いや、進化クリーチャー。正解。あ、ダブルブレイカーですか。条件言うとも一発で分かっちゃうから。いや強い。おゆずいわ。次いきます。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、自分の山札の上から5枚を表向きにする。
その中から各文明1体までクリーチャーを選び手札に加えてもよい。ここでカシオペアじゃないか。正解。やばい、止まらん。止まらんかと。コロドリのもうハズレースはあれね。そうだね、コロドリのハズレースはブロッコリーみたいな。言います。このクリーチャーはパワー4000以下のクリーチャーにブロックされない。弱いぞこいつじゃね。あ、違う、ブロックされ、あ、分かった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 、これかそれだ、ね、分かったエルタワーね、エルタワーだ。強いな、ロマースケなかった。カドシは強いぞ。いや、ちょっと強すぎるわ。12点あるぞ。さすがに。あー、強い。続きます。このクリーチャーが破壊されたとき、バトルゾーンにある進化ではないクリーチャー1体、またはリンクしていないゴッドを1体選び、持ち主の手札に戻してもよい。違います。違う。戻してもよい。うん。もうそれで終わり？終わり。リンクしないゴッド触れれそうなやつは、はい。違う。正解。こいつな、俺あげちゃったよ。水文明だよね。バウンスだから。まあバウンスだからポイポイのパニアっていうの選びました。キモいね、こいつね。名前聞いたら分かる。それ取りたかったな。じゃあこっからやな。次いきます。やばい、どっからこれ。俺の知識どっから俺。はい。自分がレインボーの呪文を唱えた時、または。あ、正解。ラスティーレインボーで。ラスティーザレインボー。ちょいちょいちょい。いや、効果知らんから。次いきます。ブロッカー。スピードアタッカー、はい、全部正解みたいな、ね、そうこれはまあまあまあ、次いきます。このクリーチャーがアタックするとき、自分のクリーチャーを1体破壊してもよい。そうした場合、正解。ヘル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 でディオスね。あれ、はい、次。ターンの初めにカードを引くとき、2枚まで余分に引く。自分のターンの終わりにバトルゾーンにある自分のクリーチャーを2体タップする。なんか変な効果してない、キモいね。違います。これだけやね。なんかキモいんだよ、俺。ガチャガチャして2枚まで余分に引いていい、余分に引いてもいい。で最後に2体タップする。強い、最後に2体引かす。いませんここに。います。はい、こいつ正解。よっしゃ、ぽいやん。アクアオフィサーね。水っぽかったね。水っぽかったね。次いきます。はい。ブロッカー。このクリーチャーがバトルするとき、自分の山札の上から2枚を裏向きのままシールドゾーンに加えてもよい。はい。違います、違います。え、あっつ、そうした場合、自分の他のシールドカードをすべてシャッフルし、山札の一番下に。何それ。できるやついませんか。わけ俺分からんけど、できるやついないですか。え、でもできそうなやつが2人とも同じ。そうだよね、そうだよね。ブロッカーでしょ、だってブロッカーバトル時縦2枚追加、残りを全部。そんなおしゃれな方がおるね。キモいね。キモいやつか、もしかしてここで。キモいやつ違うね、君できないよね、できないよね。いや、わからんよ、できるかもしれない。引いてもらっとって。できますか、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 できますか。いや、こいつできそうだな。こいつめちゃくちゃできそう。ちょっとブロッカーついてそうな。わかるわかる、すごいわかる。はい、はい、違います。名前いくぞ。モーキンフーマ、マガツカス。フーマ正解。グランドデビルだよな、こいつは。サイバーウイルス、グランドデビル、オリジン。いきます。バトルゾーンにあるタップされている相手のクリーチャーすべてのパワーはマイナス1000される。あ、そうね、分かった。それなんてやつ。ラングレン、バグレン、バグレン。5万3000ぐらいで、もう5万なんで、まあ、スーパーデッキに入ってた。そう、誘惑だったイメージがある。小学生が使っとったね、よく。次いきます。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、相手のマナーゾーンからカードを1枚選び、持ち主の墓地に。え、強いぞ。はい、は？はい。は？当たり強い。もうわからん。わからん。オル？え、ランデスやつ？ランデス。ランデス。シップでランデス？一枚。一枚。二枚じゃない？二枚だったらもうね。お前っぽいな。お前。違います。違った。いきます名前。武空戦士メディーン。あ、これ？違います。戦士ってことはこれ？違います。なわけないやん。なわけないやん。メディー、メディーじゃない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 。おる？おらんくね？どれ？います。お前。これ、お前選んだやつ。ショック。お前どうする？一人一票で最終的に一戦で刺す。欲しいやつ。あ、じゃあそうしようか。せーの。はい。じゃあもっちゃんとケイシがじゃんけんで。お、これ？それ。空戦士メディ。空戦士メディ。飛んでそうじゃない？これランデス持ってるん？セランデスです。何マナの？七マナ。おも。七マナの集合体だ。じゃんけん。じゃんけん。最初はグー。じゃんけんポン。あいこでしょ。はい。九マナ。一枚盗んどきもない。マジや。
はい、次いきます。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、またはこのクリーチャーがバトルゾーンを離れたとき、正解ね。ねえ、知らん。それはすごいわ。それはすごいわ。ドスコイ一番星。正解。知ってます。マジで。そう。次いきます。ブロッカー、ダブルブレイカー。はい、相手が正解。おー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 、まあまあ、しもれは取ったね。まあ、だいぶ。枯れた力だったね。次いきます。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、バトルゾーンには相手のタップされているクリーチャーを1体選ぶ。次のターンの初めにそのクリーチャーはアンタップされない。寝取るクリーチャーを選んで、違います、違います。これヒントになるよな。これヒントになるよな。えこれだ。正解。いやー、知らない。あざーす。正解。なんで言えんだよ。あざーすって名前だった気がする。言われて言えば。このクリーチャーがアタックするとき、カードを1枚引いても良い。正解。おぉ、ボルタ。ボルタ。寄せますよ。ボルタ欲しかったな。ボルタ欲しいカルタ。えもう一回映すぞ、俺。次いきます、はい。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、相手のマナゾーンからカードを2枚まで選び。正解。これだけは取りたかった。名前は？シェルフォートです。正解。次。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、そのターン、次に唱える自分の呪文のコストは3減ります。知らん、それ無理だ。ドンキノブ。ドンキノブ。ドンキノブ。次いきます。自分のターン中にカードを1枚も自分のマナーゾーンに置いていなければ、そのターンの終わりにこのクリーチャーを自分の手札に戻す。ダブルブレイカー。知らん、これだ。全員違います。もう一回言える？知らん。名前言うんか。攻撃海中、カマキリソード。あー、ほらカマキリソード。カマキリソードに固執しとったんに原始に。いや、こいつ名前知らんもん。スピードアタッカー、このクリーチャーがバトルに勝ったとき、相手のシールドさん。なるほど。おっちゃんのこれがなかった。この長かったよね。これでいいから、ピュッていけた。ベルナルド・タイソンね。スピードとか持ってそう。行きます。確かに確かに。このクリーチャーがバトルゾーンにある間、バトルゾーンにあるクリーチャーはすべてスレイヤーを得る。いやいやいや、本当だ。そんな書き方すんなよ。なんかまどろっこしい。まどろっこしいな。まどろっこしいから、ちょっと垂れた力があるわけ。まだ本当に知らんやつ残ってるわ。それ。行きます。バトルゾーンに自分のクリーチャーが他に2体以上出ているなら、このクリーチャーはブロックされない。はい。正解。おお。ブロックされない。ブロックされないか。名前は。ポポロンみたいな。トロピコ。どうなん。そんなんで取っていいですか。次いきます。バトルゾーンに自分の他のガーディアンが1体でもあれば、このクリーチャーはブロッカーを得る。違います。え、違う、違うじゃん。こいつ正解。やったー。ガーディアン名前知らないです。いきます。ブロッカー。あ、こっちはブロッカーっぽい。加藤が正解なんだけど。こっちはブロッカーも。まあ、どうでしょうか。それは言いません。知れん。次いきます。誰も自分自身のクリーチャーのタップ能力を使うことはできない。正解。キモすぎ。これマジでキモい。そんなやつおる？わからん。メルトーリア。こいつ何？メルトーリアな。メルトーリアは正解やね。うわ、わからん。名前マジでわからん。タリスマンリザード。絶対わからんかった。覚えて帰ってください。いきます。ブロッカー。このクリーチャーはブロックされない。正解。カードです。テープレ大シースラッグ。正解。気持ち悪いな。次いきます。このクリーチャーをバトルゾーンに出したとき、バトルゾーンにある自分のパワー3000以下のクリーチャーを1体マナゾーンに置く。これじゃね。違います。うわ、はい、もっちゃん。何とかペッパー。わかる。なんとかペッパー。ペッパーじゃなくて何だっけな、こいつ。アウトローペッパー、ね、アウトローペッパーです。ちょいちょいループに使われてた時期がある。でも見たことあるわ。このクリーチャーがタップされていて、自分のシールドが1枚もないとき、自分はクリーチャーのアタックを受けない。あ、違う。正解。よし。ポイポイ。いきます。このクリーチャーはパワー4000以下のクリーチャーブロックス。正解。そいつそんなに強いの。ずっと俺中学1年生の時ボルジャックメビウスとカメトレされかけた。俺ね、持っとったブレイブジャイアントあです。ちなみに次、最後の1枚です。ああ、そうなんだ。全部読まないんだ。前さ、ラスト1枚になっちゃったから。確かに確かに。その反省を生かして、ラスト1枚いきます。やばい、残ってるやつら、はい。このクリーチャーはバトルに勝ってもバトルの後も中傷をしようかな。あー、イランド。イランド、正解。はい、残ったこの5人は読みません。そんなんも数えるまでもない。加藤優勝。いやー、ちょっと半分近く取ったでしょ。55枚あったんよ、これ。15点。50枚ないよ、4段。
26点。ちょっと強すぎる。ちょっとね、あの知らんカード多すぎて。さすがに。前回負けたん悔しすぎて。練習しとった本気で。前回なんかデュエプレマンはやっぱ強いな。デュエプレしとったね。いや結構ね変なカードばっかにしたつもりなんだけど前以上に。あえてさ、うん、唯一無二だけど有名みたいなやつを買ってきたから。というわけで、はい、優勝者の加藤さんには、まあ、何も用意してないんで何もありません。やったー。まあ、ジジイの名誉が。ジジイ。確かに名誉だ。2024年の勝利の栄光。チャンピオン。それでは、はい、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。良いお年を。こいつマジでわからんわ。そいつ知らんけ。知らん。そいつ知らんの？そいつね。ダーロード。見た感じ、ね、見たことありそう。みんな加藤は知っとると思う。六マナっぽい。いや、ダークモルダーやね。ダークモルダー。ダークモルダー。ダークモルダーの最六のイラスト。へえ。四コス6000、2点。あ、そうなの。だ、四コス6000、2点。え、これサイレントスキル？違う。なんか戻すけ？そうか。それなんとか戦士ブラッドなの。フラットみたいな面白くて。しょうもね。